はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、アウターンプレーン、アウプレ、やっていきたいと思います。はい、ニセマラでね、どうしても撮っておきたいっていう話を、まあ、させていただいたのが、初回になるんですけど、この武器と防具、ここの周回っていうのが結構大事になってくるなっていうふうに思うんですけど、まあ、星3クリアすればね、まあ、スキップできるわけですよ。こういう形で星3クリアすればね。ただね、報酬でレジェンドのやつが欲しいわけですよ。要はここだったら、まあ、このツインビーっていうのが欲しいんですけど、これの、まあ、心眼っていうのがオプションなんで、これが欲しいんですね。会心率が上がるってやつ。これ周回とかでめっちゃ使えそうなんでね。でも、こういうね、普通のユニーク武器だったりとか、レア武器だったりとかも出るわけなんですよ。じゃあ本当、出現率、デイリーで追加報酬で1日1回だけね、必ずプラス1で、一個手に入るわけですが、このランダムっていう中からね。ランダムって結構どのぐらいなもんなのかっていうところ、まあありますよね。これ、一回、まあスキップしますと、まあ行動力100とスキップチケット10使います。まあこの結果どうなるか、トーン。これね、めちゃめちゃ運良かったですね。だいたい、ここの10回スキップして、ここまでぐらいしか出てこないですね。ここまでが確定報酬で、1,2,3,4,5,6個目が、まあ手に入ったって感じかな。ほんとね、こう、素材強化ハンマーとかが、まあ手に入るを、なんか、確実に取るぞみたいな、そんぐらいの気持ちで、まあ回してる感じですね。で、今回はちょっと運よく、このコンビネーションシミュレーターっていうのが手に入りましたね。うん。37.5% の確率で命中、効果命中を1ターンの間付与する。なるほどね。で、まあ、これもね、オプション、アクセサリーだしね。ツインBが欲しい。と思ったんですけどね、ツインビー。まあ、なかなかね、これ結構やっぱ大変なわけですよ。一応少しスキップチケット返ってきてるけど、それでも、スキップチケットもスタミナもね、まあ、あっという間になくなりますよね。まあ、一応じゃあ、こっちの方も見ときますか。今、6段階までクリアしてて、まあ、スピードのね、装備が欲しいなっていうふうに思ってます。で、これ、基本的に、じゃあ10回スキップします。うん。こうやって、さっきのところはレベル3だったじゃないですか。レベル6になって、まあ出現量っていうのが、まあドロップ量っていうのが、まあちょっと増えたなーって感じありますよね。で、ここまで来て、やっとなんか、こういうレジェンド系がなんか落ちてきそうな気がするっていう。で、これはかなり当たりなんじゃない？これ。速度の鋼鉄ガントレット。これ1枠ボーナスだもんな、しかも。っていう感じなんで、まあ、やっぱね、いくらやってもスキップのチケットは足んなくなるわけで、なので、いずれ自分でね、オート周回するしかないわけですよ。で、そうなった時に、やっぱ安定した攻略編成パーティーをね、ちょっと用意しておきたい。その時にやっぱ必要なのはキャラになってくるんで、前回ね、お話ししてた通り、まあ、僕は今、ドレイカーンを一体持ってるんですけど、ドレイカーンのね、凸ができればそれに越したことないですけど、ステラがやっぱ欲しいなってことで、まあ、ちょっと変更できないんでね、これちょっと、これをちょっと落とし穴なんですけど、ブラダだけ最初からピックアップされてて、取りやすいのはブラダプラスもう一個みたいな感じなんだろうけどね。あとは、属性のエターナルですね。非属性の。まあ、これを狙ってやっていくと。いう感じですね。プレミアムガチャが今日これで3日目のログインなんで150枚追加のやつが手に入ってるんで、まあこれとノーマルガチャとあとはまあガチャでゲットするやつと合わせてまあちょっと引いていこうかなと思います。まあね、ドレイカーンでもいいんですけど、まあステラがね出たらマジで嬉しいですね。じゃあちょっと最初は役落としで無料を。これね、チケットはとりあえず毎日結構手に入るけど、リセマラでね、ある程度やっぱり決めといた方がいいっすね。うん。そうじゃないと、もう欲しいのがね、なかなか手に入らないっていう。100枚単位くらいで手に入るから、ピックアップはね、欲しいの割と出そうな気がしますけど、それ以外のはちょっと怖いね。昇格がなさそう。うん。えい、来い。来ない。まあ、こうやってたくさん引けるのも序盤だけなのかもしれないけど、最初にやっぱり決めときたいですよね。で、今だったらまだ、そのニセマラし直してもね、全然いいと思うんでね。お、ティオ出た。極刑。ちょっとね、初代貫突をティオにしたいんですよね。この子はね、結構使えそう。スキルがね、いいね。
虹来い。虹は、来ない。お尻以上被ってくんないとこれ手に入らないからね。お尻以上被ってほしい。よいしょ。こんな名前の子いるよね。星さんに。よいしょ。お、ワンちゃん。お、来た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 。オッケーオッケーオッケー。お、来た。なんだ、エターナル。違うか。違いました。もうわかんないね、これ。数が多すぎて。お前は水か、ダリア。さほど強そうには見えない。ダリア魔法系、まあ、いいダリア強いかな。あ、アルファだ。いいね。強さ、強いかどうかはわからん。よいしょ。今ので金にならなければ来ないってことだね。OK。 あ、手を出たね。ありがとうございます。まあ、ちょっと3枚だから残しとこう。メネの方で行くか、雨のピックアップじゃなくて。属性選択ガチャはできれば引きたくないけど、こう、キャラの数がさ、多いからさ、やっぱね、狙った獲物をゲットするっていうのは難しいね。さっきのダリア、あ、君誰みたいな。ああ。150枚引くんでね。まあ。よし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 、来たか。まだ、同キャラ被り一回もないから、ピースがどんぐらいもらえるか、楽しみですね。これは同キャラ被りでしょう。よし。被りました。OK。エネゲッツ。でも1体じゃ絶対無理だもんね。150か、1体で。2体で、いやいや、起きろや。250で、難しいな。難しいっすね。1体被って150でしょ？一突すんのに、あ、勘違いしてた。何かと勘違いしてた。なんだろう。これは、かけらから変換する場合、250必要ってことか。オッケー。とりあえずメネがこれで一つ。まあ、メネは一つ、嬉しいんだけど、そうじゃないの。エターナルが欲しい。無理言ってもしょうがないよね。メネが出るのが普通だから。しょ。アルファ。よいしょ。ダメ。近く、期待値よりはまだ今んとこ上振れてるか。まだ、100連ぐらいしかしてないよね。ノーマル含めて。100連ちょっとぐらいしか。それで2体だから、ちょっと上回ってる。お、ありがとうございます。さあ。おっと。お。教えがいのありそうなやつだ。誰だ。新しい生徒。おお、タマラ。私は君を担当する教官、タマラだ。これは嬉しい。くなければちゃんと私に。これは嬉しい。これは嬉しいな。2番目に狙いたかったやつが、エターナルの次に欲しいやつですね。おし !2 連続。すり抜けて嬉しいってなんか、あれだよな。まあ、でも、かなりの確率を引き当てたってことだからね。来た。おー。ありがとうございます。これで2体かぶり。よし。結構ガチャ期待値上振れてくれてて。まあ、やっぱり、いっぺんにいっぱい引くと、なんか、確率が上がった感じが体感するよね。まあ、正直言って、この3日間で、期待値以下の引きだったら、やり直してもいいんじゃないかっていうレベルですね。そんなにびっくりするほど差も出ないだろうし。3日間でね、300連以上余裕でできちゃってるからね。それで考えると、正義のために共に戦おう。お、なんか熱苦しいやつが出てきたか。俺の名はレオ。好きなものは正義。愛のために戦う男だ。なんか属性が偏ってんな。本当に水、血が一切出ないね。
俺のデッキには、地の星さんが一切出ない。まあ、俺が、水と、さあ、ね、木だけでいいみたいなこと言ってるからかもしれないけど。さあ、じゃあちょっと、悩むな。普通は、デミウルゴスに絶対石使った方がいいんですよ。どうしよっかな。エターナル。でもこれエターナル出るとは限らないからな。5分の1だからな。200連すれば、200連。石で200連。地獄だな。3万だから、あと3倍石が必要じゃん。だったらこっちで交換したいよね。普通に考えたらね。絶対こっちだわ。石はこっちだ。まあ、ドレイカン被り狙いで、石貯めてって、出なかったら、ステラ、ここで交換するみたいなのを目指すか。いきます。こっちの方が緊張するわ、マジで。お願いします!ああ。まあ、ティオ出たからいい。なんかね、ティオがね、ちょっと、強そうな気配がしててね、ただでもらえてるし、なんか、パックも売ってるじゃないですか。よし!来い!ああ。この子、星基地なんだ、有利。いきます。よいしょ、よっ。ダメかな?ダメでしたね。1.5 倍ガチャ怖い。ラスト。お願いします。ああ、ダメか。うわあ、ホール1。ホール1。地獄。まあ、というわけでね。まあ、エターナルはね、ちょっと出なかったね。エターナルは出なかったけど、とりあえず、タマラとレオが出たのかな?あとはダリア。ほんとね、土属性いないから、ちょっと大変ですね。まあちょっとタニアに頑張ってもらおうかなっていう感じですね。ダリアが凍結でデバフ系のやつで、で、防御デバフをかけられると。連携が、通常攻撃で連携が発動する可能性があると。強いと思うんだよね、これはね、シンプルに。うん。だこれはもうほんと、マジ当たりだと思いますね、タマラは。うん。俺を呼んだか EVP。EVP でもめっちゃ使えそう。なんか某、リゼロの牽制みたいだよね、この人ね。便利な盾だな、ほんとに。まあ、とりあえず、タマラの超越、タマラじゃない、メネの超越がこれでできると。待ってたぜ、この時をな。大げさ。で、あともう一体手に入れると、唐突になるのか。OK です。ちょっとエターナル手に入らなかったけど、まあ今まで通り火属性のところに対する運用はもうしょうがないから持ってる。まあレオが加わったから、少しはやりやすくなるから。俺を呼んだか。何か手伝うことでもあるのか。火力はレオに期待してやるしかないか。味方全体に 70% の確率で効果抵抗アップと無敵を一旦付与する。ダメージ与えた上でか。まあ割と使えるかな、これは。PVP でも使えるんじゃないかな、俺。違うかな。まあちょっと PVP はまだ全然、そんなに手つけてないんで。というわけでね、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。最後にね、ギルドメンバー募集しております。僕のゲームチャンネル、ルーゲーム TV って言うんですけれども、ちょっとね、伸ばし棒が使えなくて、ルー、カレールーみたいになっちゃってます。はい。ルーゲーム TV。はい。こちら、ギルドメンバー募集しておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。同時に、フレンドもね、募集しております。こちらもね、ルーゲーム TV になっておりますんで、はい。お願いします。はい。というわけで、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。お疲れ様でした。